皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。あ、さっきの子だ。あとオープニングの子がちらほら歩いてるのもいるね。かっこいいのが多いね。これよりトールズ士官学院第二分校の入学式を執り行う。略式のため式辞当時は省略。クラス分けを発表する。まずは8組戦術科、担当教官はランドルフ・オルランド。うっす、呼ばれたやつは前に来てくれ。ゼシカ、ウェイン、シドニー、マヤ、それにアッシュ、フレディ、グスタフ、レオノーラの8名だ。次、9組主計科、担当教官はトワ・ハーシェル。名前だけ呼ぶね。サンディちゃん、カイリ君、ティータちゃん、ルイゼちゃん、タチアナちゃん、バレリーちゃん、ミュゼちゃん、パブロ君、スターク君の9名かな。8組に9組、戦術科に主計科か。すると残るは3人。静粛に。これより本分校を預かる分校長からのお言葉がある。分校長お願いします。うむ、第二の分校長となったオーレリア・ルグインである。外国人もいるゆえ、この名を知る者知らぬ者はそれぞれだろうが、一つだけしかと言えることがある。うすうす気づいている通り、この第二分校は捨て石だ。え？言うね。本年度から皇太子を迎え、徹底改革されるトールズ本校。そこで受け入れられない厄介者やいわくつきをまとめて使い潰すためのな。そなたらも、そして私を含めた教官陣も同じであろう。なるほど。おいおい、分校長、それはあまりに。だが常在戦場という言葉がある。
平時で得難きその気風を学ぶには絶好の場所であるとも言えるだろう。自らを高める覚悟なき者は今この場で去る。教練中に気を緩ませ、女神のもとへ行きたくなければな。ならばようこそトールズ士官学院第二分校へ。若者よ、世の礎たれ。どうでもいいってリン目悪かったっけ。かのドライケルステイの言葉を持って諸君を歓迎させてもらおう。クラス分けの続きを発表していただけませんか。よかろう。本分校の編成は本校の1から6組に続く7から9組の3クラスとなる。あ、8組9組ってことはまだ7組発表されてねえんだ。そなたら3名の所属は7組特務課、担当教官はそのものリーン・シュバルツァーとなる。特務課ってなんか響きがいいね。まあリーンもある意味特務ばっかりしたけどな。アインヘル商用祭。はあ、送られた図面で見ましたけど、こんなに大きいなんて。この程度ではしゃぐな。この子も学生でいいんだよね。伝えていた通り、お前には各種オペレーションをやらせる。ラッセルの名と技術、せいぜい示してみるがいい。列車で会った子、やっぱり第二の生徒だったか。ラッセル、どこかで聞いたことがある気がするが、それにしても、なんかこの子だけあからさまにリーン意識してんな。まあこれはこれで理由があるんでしょうけど。7組特務か、偶然じゃないんだろう。生徒数はたったの3名、しかも彼女までいるとは。っていうのはまあ多分ね、アルテナの方でしょうね。現在戦術科と指揮科はそれぞれ入学オリエンテーションを行っているが、7組特務科には入学時の実力テストとしてこの商用祭を攻略してもらう。攻略。そもそもこの建物は一体。アインヘル商用祭、第二と合わせて建造させた実験用の特殊訓練施設だ。内部は動力機構による可変式で、難易度設定も思いのまま、適正対象として魔獣なども多数放たれている。魔獣、冗談でしょ。なるほど、7組そして特務課、思わせぶりなその名を実感させる入学オリエンテーションですか。懐かしいね。新米教官への実力テストを兼ねた。話が早くて助かる。と言っても
かつて君がいた7組とは別物と思うことだ。教官である君自身が率いることで目的を達成する特務小隊、そういった表現が妥当だろう。なるほど。それでじゃあリーンは、その小隊の教官であり隊長なんだね。ちょっと待ってください。黙ってついてきたら勝手なことをペラペラと。そんなことを、こんなクラスに所属するなんて一言も聞いていませんよ。適性と選抜の結果だ。クロフォード候補生、不満ならば荷物をまとめて軍警学校に戻っても構わんが。軍警学校、確かクロスベルの、ね、クロスベル側の人たちからしてみたら帝国の連中は侵略者みたいなもんだもんな。納得はしていませんが状況は理解しました。それで自分たちはどうすれば。ああ、シバルツァー教官以下4名は商用祭内部に入りしばし待機。4種のマスター構造を渡された。その間各自情報交換と、シバルスは教官には候補生にアークス2の指南をしてもらいたい。アークス2、了解しました。はあ、これでようやく稼働テストができるか。ぐずぐずするな弟子候補、10分で準備してもらうぞ。はい。おう、あのシミとか弟子を取る、あ、いたわ他にも。ジョルジュの聞いてた以上にふざけた学校みたいだな。本来ならば部外者には立ち入ってほしくないのだが。言われなくても余計なことをするつもりはねえよ。あいつの入学を見届けたらとっとと行かせてもらうぜ。結構、皇族の紹介があるとはいえ勘違いはしないことだ。この後お仲間たちと帝国内でどう動くかも含めてな。そいつはお前さんたち次第じゃねえのか。いろんな思惑が絡み合ってるとはいえこんな分校がポンとできちまう。そんな状況を生み出してるのはどこのドイツだって話だろうね。さすがは永久といったところか。何？レーザー？機械仕掛けの訓練施設、博士ならではといった感じだな。で、概要についてどこまで知っているんだ。詳しくは何も。地上は一辺50アージの立方体、地下は拡張中ということくらいです。知り合いですか。まあそうだな。こんな場所で会うなんてさすがに想定外だったが。しかも教え子として。それはともかく、準備が整うまでの間互いに自己紹介をしておこう。申し訳ないが到着したばかりで君たち二人のことは知らなくてね。俺は名乗る必要なんてないでしょ。嫌われてるな。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、学生の身でありながら1年半前にあった帝国の内戦を終結させ、クロスベル戦役でも大活躍した若き英雄。帝国どころかクロスベルでも知らない人はいないくらいの有名人じゃないですか。補足すると、その後も在学しながら帝国各地の事件や返事を解決し、昨年10月の北方戦役ではオーレリア、オレス両省に協力する形でノーザンブリア併合に貢献したらしい。そうなの？オーレリアってさっきの？っていうか、ノーザンブリア併合に貢献したって。ご
誤情報ですね。実際にはいや、よく知ってるな。英雄なんて過ぎた呼び名だが、それでも改めて名乗らせてくれ。リーン、なんか隠してんな。リーン・シュバルツァ、トールズ士官学院本校出身だ。先月卒業したばかりで、ここ第二分校の新米教官として本日赴任した。武術、気候兵教練などを担当。座学は歴史学を教えることになる。七組特務課の担当教官を務めることになるらしいから、よろしく頼む。では自分も。クルト・バンダール。クルト・バンダール、帝都ヘイムダルの出身です。シュバルツァー教官のことは一応噂以外にも耳にしています。バンダール、そうだったのか。するとゼクス将軍やミュラー中佐の。ミュラーは自分の兄、ゼクスは叔父にあたります。あ、なるほど。まあ髪の色も含めて全然似ていないでしょうが。それは、こういえば確かに黒髪じゃないし、全然似ていないような。それはともかく、その眼鏡は伊達ですか。あまり似合っていないので外した方がいい。言われてるぞ。まあそれなりに需要はありそうですが。ああ、似合ってないのは自覚してるから勘弁してくれ。よろしく、クルト。それじゃあ続けて頼む。ああもう分かりました。ユーナ・クロフォード。また今回もキャスト効果だね。ユーナ・クロフォード、クロスベル警察学校の出身です。警察学校、クロスベルの警察学校ってことは、やっぱロイド・バニングス関係の人かな。流派っていうか、なんか使う武器も似てるし。正直よろしくしたくないけど、そうもいかないのでよろしく。クロスベル出身か。なるほど。ちなみに警察学校というのはクロスベル軍警学校のことだよな。併合前は警察学校でした。それを帝国が勝手に変えて、それとも正式名称以外は使うなって言うんですか。いや、タイはない。あれ、無神経だったようだ。あ、別に私も言い過ぎました。でも納得はできません。ああだろうな。最後は私ですね。あ、とかあれか、軍警学校だからトンファーか。トンファーって結構ほら、海外だと警棒としても使われたりするからさ。アルティナオライオン、こっちはよく知ってるよ。アルティナオライオン、帝国軍情報局の所属でした。あっさり明かすのか。一応ここに入学した時点で所属を外れたことになっています。どうかお気になさらず。聞き捨てならないことを聞いた気がするんだが。情報局って噂に聞いた。で、それよりことになってるって何よ。失礼、噛みました。相変わらずだな。お待たせしました。アインヘル訓練要塞レベル0セッティング完了です。アークス2の準備がまだならお願いします。これってさっきの金髪の。僕たちと同じ新入生だったはずだが。了解だ、少し待ってくれ。さて、いきなりになるが、3人ともこれを持っているか。ええ、それなら。送られてきたやつね。まだ起動はしてないけど。戦術オーブメント、所持者と連動することによってさまざまな機能を発揮する個人端末だ。能力魔法が使えたり、身体能力が向上したりするが、この最新端末アークス2ではさらなる新機能が実装されている。アークス2。エニグマとは違う帝国製の戦術オーブメントか。正確には帝国ラインフォルト社とエプスタイン財団の共同開発ですね。いよいよ実戦配備ですか。
ああ、新機能についてはおいおい説明するとして、3人ともこれを受け取ってくれ。3人にそれぞれ異なるマスターコーツを渡した。これはエニグマにもあった、確かマスタークォーツでしたっけ。ああ、基本概念は同じはずだ。開いたスロット板の中央にはめられるからセットしてくれ。了解。ここかな。さて、俺もつけておくか。オッケー、この辺はねよく知ってます。マスターコーツをリーのアークス2にセットしてください。マスターコーツのセットはキャンプメニューオーブメントで行いますと。はいよ。どうだったのリーよ。さて、お、テラスがついてる。ハグ土、かな。よし。これがマスタークォーツが装着されることでアークス2が所持者と同期した。これで身体能力も強化され、アーツも使えるようになったはずだ。なるほど。なんかエニグマとは結構仕様が違うような。は準備は済んだか。シュミット博士。ええ、いつでも行きます。ならばとっとと始めるぞ。レベル0のスタート地点は B1、 地上にたどり着けばクリアとする。博士、そのあ、まさか伝統のダメですよ、そんなのいきなり使ったら。えい、ラッセルの孫のくせに常識人ぶるんじゃない。それでは見せてもらうぞ、7組特務課とやら。この試験区画を基準点以上でクリアできるかどうかを。みんな足元に気をつけろ。お、刺した。あ、バランスを取り戻して落下後の受け身を取れ。アルティナはクラウソラスですよね。心配無用か。毎回これやんの？もう何なのよ一体。あの博士って人が話してたら学校って床が傾いて。その確かユーナだったか。え？お、逆パターン？あ、足型同じだ。悪いけど動けるなら自分でどいてもらえないか。重さは大したことないけど呼吸がしにくくてかなわない。冷静だね。これはなんか覚えがあるような。弾力性のある床、打撲の心配はなさそうです。しかしまたリーン教官のような不埒な状況になっていますね。アルディナだとそれをしている。だから誤解を招くようなことを言わないでくれ。で、教官って切り替えが早すぎないか。そういう仕様ですので。仕様事故というのはこの際関係なさそうだ。弁解はしない。一発張り飛ばしてくれ。首相な心がけじゃない。そんな風に冷静に言われるのもそれはそれで腹が立つけど、遠慮なく行かせてもらうわ。伝統だな。
これだから帝国の男子っていうのは。別に帝国動向は関係ない気もしますが。その災難だったな。別に無様な体制で滑落したのも修行不足です。なんとなくあの時のリーンっぽい感じがあるね、こいつ。それに偶然とはいえ女子に無用な恥をかかせてしまった。己の未熟さを痛感します。そうか、随分しっかりしてるな。3人とも大きなダメージはないな。それではこれよりこの小要塞の攻略を開始する。各自武装を見せてくれ。で、こんな茶番に本気で付き合うんですか？博士のことは知っているが、茶番を仕掛ける性格じゃない。あくまで本気で俺たち4名の実力を測ろうとしているんだろう。無事ここを抜けるためにも全員のスタイルを知っておきたい。わかりました。自分はこれです。二刀流、よどみない剣さばきですね。バンダール流の双剣術、存在するのは知っていたが。合剣術の方が有名ですからね。ですがあちらは持って生まれた体格と筋力を必要とする。こちらの方が自分は得意です。なるほど。ユナ、君の方はどうだ？あ、勝手に話を進められているみたいで面白くありませんけど、士官学校の新入生として一応わきまえているつもりです。構えも一緒。トンファー型の警棒。いや、それにしては複雑な機構をしているな。どういった武装なんだ？ガンブレイカー、クロスベル警備隊で開発されたガンユニット付きの特殊警棒です。モードを切り替えることで中距離の範囲射撃になります。そんな新武装が。クロスベル警備隊、実習警察に属していた武装部隊か。あのランドルフ中尉もそこの所属だったはずだが。分かった、その武装の性能は実戦で確かめさせてもらおう。見たところ扱いにも慣れているみたいだからな。当然です。警察学校で訓練しましたから。帝国人が使う昔ながらの剣なんかよりは役に立つはずです。まあそのあたりもお互い実戦で確認するといいだろう。次はアルティナ。はい。まあそれは見慣れてるでしょう。何気にさっきから突っ込みたかったんですけど、こんな小さい子がどうして士官学校に入ってるんですか？僕も気になっていた。君らよりは手だれだよ。情報局出身という話ですが、さすがに戦闘には参加させられないのでは？まあ個人的には同感だよ。懸念は無用です。私の身体年齢は14歳相当、小さい子というほどではないかと。身体年齢って十分小さいんじゃ。そして情報局に所属していた根拠たる武装もあります。言えばさっき黒い影が一瞬見えたような。クラウソラス、戦術核という特殊兵装の最新鋭バージョンとなります。秘匿事項となるため詳細は説明できませんが、それなりの戦闘力はあるかと。パワーは申し分ねえだろうな。帝国ってあんなのが普通にあるわけ？そんなわけないだろう。僕だって初めて見た。黄金の羅刹に灰色の騎士、それにこんな少女まで。第二文庫、どういった場所なんだ？疑問はごもっともだが、早速行動を開始しよう。なあ、ちなみに俺の武装はこれだ。八葉一刀流の太刀。あの時の、アリオスさんが使っていたのと同じ武器ね。
あの時のってことは知ってるのか。なんか帝国風の剣じゃなく東方風の刀になる。さすがに風の剣聖は有名らしいな。いろいろありましたけど今でもファンは多いですから。どこかの国のせいで今も手配中みたいですけど。ああそうみたいだな。よしそれじゃあ攻略を始めよう。現在 B1 地上に出ればこの実力テストも終了だ。実戦のコツ、アーツの使い方、アーク2の機能なども一通り説明していく。迅速に確実に、ただし無理はしないようにしっかりついてきてくれ。言われずとも。やるからには全力を尽くします。それでは状況開始ですね。よし、ノートメニュー、正面の扉、あ、これか。 OK。 た、せん、せん、せん、は、了解です。なるほど。はい、というわけで今回はここまでにしておきたいと思います。次回はこの、第7組、招待ですね、特務課、を引きまして、このアインヘル商用祭を攻略していきたいと思います。はい、では英雄伝説戦略的3実況プレイのパート3、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見えけるなー。